あ、おっとおった。おっしゃ、これお前絶対人、絶対人。ちょっと待って。あ、やめてやめて。十二気づきの中の最弱、どうも、コマドルでーす。はい、僕、公約公認会、公約行動会という十二気づきの中で一番最弱の男なんですけども、まあね、僕ね、なんで弱いかっていうと、今まで一度も練習したことなくて、まあそういうね、まあ、まともな荒野の義務教育を受けてないわけですよ。なんで、僕がね、荒野行動をゴリゴリに練習したら強いんじゃないかというか、強いんじゃないかというわけで、今回の説はこちら。荒野行動界最弱の男でも練習すれば強くなる説、検証します。はい、というわけでね、まずね、早速メインストリートでちょっと様子を見てみましょう。僕の今の現状のね、実力をちょっと皆さんに見ていただきたいなと思います。僕が持つのはもちろん95式。まあね、この僕のね、今の現状の実力をちょっと見せたいと思います。まあ甘噛みした時点でちょっと怪しいですけど、やりますよ。はい、くらよ。え、こいつ何も持ってないぞ。え、俺こいつと仲良くなるぞ。やったぜ。え、仲良くしよう。え、メインストリートで張ったんだけど。全然戦わない。いや、いいね。俺、荒野行動で友達できたわ。初めての友達。やったぜ。やったぜ。やったぜ。グッバイ、君の運命の人。ああ、嘘。あいぼー。なんてことをしてくれたんだ。絶対許さねえ。あ、違うか。仲間だからな。仲間が倒してくれたんや。あー、死んだ。しきしょうめ、ユーリめ。てめえ、絶対許さねえ。てめえの血は何色だ。あれ、どこ行った。あ、違う、仲間やった。オッケーオッケー、おっしゃおっしゃ、オッケー。見ときや、これ。はい、いました、いました。あれ、あー、オッケー、よっしゃ。はい、ボディ丸出し。はい、これも死ぬ寸前。マジで死ぬ5秒前。マジでくたばる5秒前。あ、全然大丈夫。はいはい、もう。あ、強えな、仲間。完全に俺、蚊帳の外。俺の能力を検証する回なら完全に俺が蚊帳の外。あ、来た来た。あ、よし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 。でもドットのくせにマジでないんだよ。あ、はいはいはい。また有利か。コモトロキラーやな、お前。はい、負け。まあまあ。はい、勝ち。これはひどい。はい、負け。完全に戦犯。はい、終了。負けましたね。戦犯中の戦犯。はい、負けました。もうゴリゴリの戦犯。ごめんね、弱くて。ついに僕、配置を変えましたよ。この配置ならね、余裕でどん。はい、ごめんなさい。はい、というわけで私、ちょっと今から練習します。ちょっとあまりにも弱すぎるんでね、ちょっとここで練習させてください。ここでね、この後ね、僕が荒野行ったら余裕でドン勝つできるんじゃないかと。今までボットキラーと言われた僕ですが、まあ普通に人もキルできるんじゃないかと。まあ目標は低すぎると思うんですけど。まあそれぐらい弱いんでね、ちょっとそれぐらい許して。全然ねえじゃねえか、おい。95式どこだよ。え、何？荒野行動で95式廃止されたの？ここでも俺は荒野行動でいじめられるんか、俺。おい、12気づきだぞ、俺。おっしゃ。え？何これ？え、撃てないんだけど。ん？どうした、どうした。バグった、バグった、バグった、バグった。何今の初号機なのに。テープルプルで銃撃つっていう。すげえ、銃モーションなしで余裕で撃ってる。あ、撃てる、撃てる。あ、左下の MS が999いってる。あ、しかも俺の Wi-Fi が1しか当たってないですね。Wi-Fi の限界。Wi-Fi がついに値を上げ始めた。コマトロの腕以前に、まず Wi-Fi が値を上げている。そう、ドット覗く癖をつけるんだね。配置変えだし、ちょっと配置にも慣れつつね、ドットにも慣れて。慣れんな。ああ、下手くそ。お前から俺の射程に入ってこいよ。お前から俺の射程に入ってこいよ。なんで俺から入らないか。
まあ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 。相手の動線上にいればいいんだけど、横から打つときマジむずいけどね。はい、腰打ちの方がいい。ドットむずいよ。マジみんなどうやってんの？おしゃ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 、オッケー。はい、いたいたいた。はい、芋虫芋虫。はい、オッケー。はーい、邪魔。おー、そんな身を挺して守らんでも、相手ボットやぞ。そんなかっこいいとこ見せんなよ、階段。あ、訓練終了しました。はい、私、30分くらい潜りまして、はい、ちゃんと訓練終了まで行きました。こうなればね、もうさすがにドンガツできるんじゃないかと。さすがに荒野の腕もレベルアップしてるんじゃないかと。というわけで今回ちょっと、やっていきます。はい、ついに全集中。全集中、常駐化を身につけました。はい、もう余裕で突進。もうここでね、突進以外行くやつは弱者よ。弱者のやること。進化して俺の腕見せてやろうぜ。あ、ちょっと遅かった。まあまあまあ、まあね。自分が磨いたのは近距離のエイムですから。このね、ちょっと降りるスキルに関してはちょっと目つぶってください。早速、ボットの音がしますね。ボットの音色。ボットの音色が聞こえます。任してくれや。あ、P90 しかねえな。声コードはもう武器 P90 に統一したんか。P90 しか出ない世界線に生まれちゃったのか。もっと違う設定で出会えばよかった。もっと違う設定で、もっと違う価値観で出会えればよかったわ。あー、おったおった。はい。この覗くスピード、見た？はい。クソエイム。なんでだろう。さっきめっちゃ練習したのよな。あ、来た来た来た。はい。あぶね。これ、人？いや、違うの、こんなとこにいるのは。はい、おっとおった。おっしゃ、これお前絶対人、絶対人。ちょっと待って。あ、やめてやめて。嘘嘘嘘。これドットのつかない方がよかったパターン。はい、お疲れっす。あー、ボットだらけ。はい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 。まあ、ボットパーティーなら、まあ、なんとか僕がしなきゃね。あ、エヴァスキンの車来ましたね。おい、こっちは本物のエヴァだぞ。本物の初号機だぞ。ひれ伏せ。神戸を垂れよ。なぜこうも十二気づきの加減の月は弱いのか。レイ。あの整形したレイな。あ、調査兵団マント。なんで、あ、交換しよう的な。はいはいはい、はい、どうぞ。あ、ただの反乱男ばっか。お互いにマントと初号機を捨てただけ。やべよ、ただの反乱男で行っちゃうよ。行っちゃってる。あ、やべ、ついてきてる。仲間、団子大家族。やったぜ。こいつらと今から俺やるわけな。任しとけよ。うわ、がっつりついてきてるよ、セミみたいなやつ。まだ夏は早いぞ、おい。まあ、一週間で死んじゃうんだったらね、俺が先に手を加えて。未練なくぶち殺してやろうかと思います。マットギアセミさんたち。はい、あ、ブダギリギリ。お前半裸でお前コンクリート前転したらお前背中ズタボロになるぞ。お前血だらけや。あぶねあぶね、痛い痛い痛い。よいしょ、ストレイツ。なんやこの臭い。なんも変わってねえな、お前は。何にも変わってねえな、お前は。よし、ここならバレない。まさかここに初号機が隠れてるとは思いまい。思うまい。思いまいって何や。サダハル。お前見えるのか。くそー。サダハルには見えるようだな。お前、オイラが見えるのかい。あ、来た来た来た。完全にバレてない。完全にバレてないというか、そもそも興味なし。俺に気づいてよ。マジ、あ、なんか来ましたね。あ、ダルビッシュケンジが来ました。お前はめめしくてね、お前エアドラムやってろや。はい、仲良し仲良し。まあ仲良しよりも俺はチャオ派なんですけどね。あ、誰もおらんやん。うわ、めっちゃ来た。嘘。え。勘弁してよ。デパート大人気じゃん。デパートに4人とかもう大繁盛やろ。田舎イオンなんてもう4人もいたことないぞ多分。これ感度悪ないこれ。え、もう俺の指が
反応してないだけこれ。iOS、俺の対応 iOS よりも先に俺の指が対応しなくなるっていう。俺の指がサポート終了したわ。あれ拾えん。え？空打ちなんですけど。あ、MS500 突破しました。MS356。すげえな。俺はついに武器を拾うことも許されるのか。俺の指も、そして俺の Wi-Fi も対応したなってしまうという。非常に悲しい事件だったね。嫌な事件だったね。拾えるときと拾えないときあるんだよな。もう身動きがすべて銀杏の手のひらの上。くそー。オッケー、俺には見えてんだよな、てめえが。お、動くだ。あ、外した。渾身の一撃外した。はい、終了のお知らせ。なんかもう俺、あれだな。エイム練習したけど、根本がダメな気がする。iPad にしろとか iPhone にしろとか、もうその辺じゃなくても、なんか根本的なところがダメな気がする。はい、完全にポット。あ、いましたね。オッケー。はい、おっそ。あ、おった。シュワー、三河です。完全に上。宇宙開発したエイム。宇宙開拓エイムを見せました、今。クソエイム。あ、やべ、ガソリン切れる。ちょっと待って。どうしよう。あ、とりあえず、じゃあここに紛らさせよう。これならバレないでしょ。ここでガソリンを入れる。この2台の車と全く見分けがつかない。もう同じくらいボロいし。よし。デザイン性もうんこだから、もうすげえ。バレてない。よし、オッケー、完璧。ほら、バレてない。やったぜ。ベイブレードみたいな柄してるからな、この車。はい、行くぜ。乗るしかない、このビッグウェーブに。あー、しまった。よし。何も分かった。はい、ひっくり返ったセミさん。ひっくり返ったセミみたいになってる。あの突然動き出すやつだ。地べたに落ちてる。あ、いた。は？おいおい、やめましょう。争いはやめましょう。いるね。いるよ。あ、は？今背中？うっそ。はい、外す。そろそろ上手くなろうぜ。あー、いましたね。オッケー。おっそ。なんなんこのエイム。全米が鼻で笑った。あ、おった。オッケー、はい。はい。おった。はい、お疲れっす。あ、なんか出たね、今。ごめんなさい。上モザイクかけておきます。すいません。今、上からちょろっと、紙パンしました。パンチラ。恥ずかしい。マジ一人どこ？どうなってんの？あそこの六角ホールやろ。おら！はい、上の空。ただただ雲を作っただけ。サンダーボルトテンポみんなやってた。え、マジどこ？とりあえず一旦隠れよ。え、マジ見えないんだけど。え？走り込んでも来ないし。どうなってる？やばい、俺これ死ぬパターンだって。俺だけ、このアンチでむき出しのボディ。はい、終了。何にも変わってねえな、俺。ボットなんかい。おい、運営。俺が毒ガス投げた時、お前運営はどんな気持ち見てたんや。どんな気持ちやったんや、俺が手榴弾とか毒ガス投げてた時。ねえ、今どんな気持ち。ねえ、どんな気持ち。結果発表。何にも変わりやしねえ。ただね、今ちょっとドットのゾックスをつけたんで、まあ少しずつね、ちょっと上達していこうかなと思います。まあ僕の成長を温かく見守っていただければ非常に感謝です。以上、コマトロッシュは、チャンネル登録お願いします。ツイッターフォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。ツイッターで客の参加募集するので、ぜひツイッターフォローしてくださいね。